本社スタジオ株式会社コミュニティ FM 下関は、山口県下関市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上基幹放送事業者である。カモン FM の愛称でコミュニティ放送をしている。愛称のカモン FM には関門の意がかけられている。オールリソンナー、オールパーソナリティがモットー。周波数は 76.4MHz、ケーブルネット下関の再送信は 76.8MHz。課徴エリアは、下関市、北九州市下地区、小倉北区、山陽小野田市の各一部で、エリア内、人口66万人、世帯数27万世帯。放送開始当初はほぼすべての番組を自社制作で行っていたが、後に、FM アメリカの番組供給を受けることで24時間放送を開始する。2004年7月、FM アメリカの配信が終了。変わった8月1日より、ミュージックバードの番組が徐々に増えていく。コミュニティ FM 向けチャンネルからは、今夜は楽しまないとや、リラックスホリデー、あの頃青春グラフィティをネット開始。代表取締役の富永によれば、以前の配給先は、社内でも気になるほどに音声弾が多かったという。2004年10月には自社制作以外の時間帯で一部を除き、ミュージックバード4コミュニティに完全移行。その代わりに24時間放送を休止し、6時から25時の放送に変更。2006年4月からはアクティブステーション BBS をフルネットするため、土曜深夜は夜通し放送した後日曜の5時から6時を休止時間とした。2008年4月からスーパーアーティストクラブのネット開始で日曜深夜も27時まで放送。月曜の3時から6時を休止時間とした。2009年に入って平日の深夜も放送を再開。ただし4時から6時は休止時間とした。2012年5月1日の J 市はインターネットサイマルラジオに参加し、インターネットでの聴取が可能となる。これに合わせて24時間放送を開始している。2015年4月1日、親局の霊秀山送信所を 20W に増力、豊田町の火山に中継局を設置、運用開始これまでの旧下関市域に加え、旧豊浦郡4町での聴取も可能となった。かつて、安倍晋三夫人の安倍昭恵が DJ ヤッキーとしてアッキー、陽介の東京ラウンジという東京発信番組のパーソナリティを務めていたことで知られているは下関市にされている。安倍総理が誕生する直前には昭恵夫人が同局で番組をしていたことと安倍夫妻の知人ということもあり、同局の富永社長がワイドショーなどのインタビューに応じ、全国ネットで報じられる機会が多々あった。番組表は山口新聞の中面と読売新聞の下関版に毎日掲載されている。L、生放送番組 AB 会社案内カモン FM、服部スナーさんが違和感を抱くことなく聞いてくれると思い、契約を決めました。元気はつらつ歌謡曲など、ありがとうございます。